はいどうもー、はい、楽しおしいご飯の時間ですよ。今日はね、カツ屋でございます。カツ屋さんでございます。よし、あー楽しみだね、今日の楽しみだね、今日の楽しみだね、特に今日の特に楽しみだね。うん、これは本当の話、本当の話です。いやー、いいぞいいぞ、よーし、はぶしょうぞ。扇風機で飛ぶといかんからこっち置いとくぞ。いやー、はぶしょうぞ、素晴らしい。先に言っておきます、今日マヨネーズなくなったからなしでも大丈夫ですか。大丈夫ですの回です。黒胡椒唐揚げチキンカツ合い盛り丼です。ありがとうございます。新発売です。炭酸できます。マヨネーズ先生大丈夫、こっちに入ってなくてもこっちあります、大丈夫です。相変わらずの100円引き助かります。いや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 、あー美味しい、あー炭酸水美味しい、炭酸水美味しい。まずマヨネーズ先生なしでいきたいと思います。風で飛んじゃうからここ置いていきます。よし、もう一回いただきます。いいねいいね、これが唐揚げでこっちがチキンカツか。そうだね、うん、もう唐揚げの分量よりもチキンカツの分量が圧倒的に多いな、圧倒的に多いな。ほらね、でしょ、完全にそうでしょ。これから揚げからいきます。うん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 、うんうん、あー効いてるね、黒胡椒効いてるね。うん、最高だ。黒胡椒効いてるぞ。チキンカツ。うん。さすがです。チキンカツはもう安定の。うん。もうタレも美味しいな。タレも美味しいね。ただよく考えてみたら、最近カツ屋さんには行ってるけど、とんかつ食べてないね。なんだか、チキンカツ唐揚げでしょ、その前も唐揚げチキンカツカレー、カツ丼もチキンカツ丼だったよね。次あたりそろそろまたあれ食べてないんだよね、あれソースカツ丼、ソースカツ丼がまだなんですよ。うんうん、ソースカツ丼もいかないと。よし、ありがとうございます。
あーです。今日買ってきてもよかったな、本当は。ダブルにしてね、それもまあありっちゃありだったんだけど。あーだす。あー今日も最高だこれ。あーいいね、いいね、いいね。うん、あーおいしい。ああやっぱ合うな、揚げ物と。マヨネーズ先生は誰が何と言おうと合うな。それが分かってるからこのメニューにはマヨネーズ先生入りだったんでしょう。でそれが分かってるから店員さんたちもサービスしてちょっと多め、ちょっと多め、ちょっと多めってやるわけですよ。そうするとなくなる、そういうことなんでしょう。そういうことだったんでしょう、うん、いいと思います。いや、いいと思ってたらおかしいけど、でも大丈夫です、わかります、うんうん、いや、ほんと合う。黒胡椒効いてるな、うん、この弁当は優秀だ。この弁当はすごく優秀。この間までの全力大人の飯、あれも非常に美味しかったですよ。美味しかったけど、嬉しいんだけど、弁当箱でかすぎて、車の人とかならね問題ないんでしょうけど、僕はチャリンコですから、自転車ですから、カゴに入れたりリュックに入れたりするもんで、そのこと考えるとこっちの方が運びやすくて、あれほんとでかかったもんな、あのサイズ、うん、どちらかというとあれは弁当じゃなくてやっぱり定食というかお店で食べるあれだったんでしょうね。カツや、カツ
すいません。見えた。見えちゃいました、今。ごめんなさいね、ほんと。ここは、大丈夫か見えたかな。ごめんなさいね。これもう一回食べてもいいな。カツヤの黒胡椒唐揚げチキンカツ合い盛り丼、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうぞ。